はい、よろしくお願いします。今回は時事問題の2018年6月前半の丸2、まあ、続編ですね、をやっていきます。で、今回は4つのニュースを取り上げて、穴埋めは8問ありますので、まずは1回ね、ここで動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に、まあ、知らないニュースあるなとかいう方は、今から自分が簡単にね、説明しながら穴埋めやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず最初のニュースからやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まずはスポーツのボルダリングについてです。東京オリンピックありますね、2020年に。で、新種目にも決まっているボルダリングっていうのがあります。壁を、完全に壁を登っていくやつ。ちょ、あんまり手出せないけど、登っていくやつね。まあ、その中でもいろんな部門はあるんですけど、今、ワールドカップがやっていて、まあ、第5戦。まあ、こうやってね、第1戦、第2戦でやっていくんですけど、この前第5戦がありまして、そこで日本のホニャララ選手が優勝しました。女性なんですが、名前ぜひ覚えておいてください。名字が、野口。あ、ちょっと待って、入んなくなるかも。ちょっとちっちゃくてごめんなさい。これでね、秋代さんって言います。野口秋代選手。よいしょ。が、優勝しましたと。で、野口選手何がすごいって、まあ、第5戦なんでね、こう連続でやっていくんですけど、3連勝なんですよ、ワールドカップ。世界大会だからね。そう、3連勝しておりますと。で、この前質問を受けたんですけど、割と自分、スポーツの話題を取り上げます。この時事問題シリーズ。で、なんでかっていうと、以前ね、そのツイッターでユーザーの子にね、時事問題の話を聞いたときに、結構体育、で、時事問題が出ますなんていう方が多かったので、スポーツ系はちょっと優先して入れてます。だからボルダリングなんてって思う方いるかもしれないんですけど、でも東京オリンピックでね、新種目になるって発表されて、まあもともとね、ボルダリング注目されてましたけど、さらに注目されてる競技なので、ぜひぜひね、その野口啓代選手ね、覚えておいてください。すごくね、お綺麗な方なんで。まあ、それはいいか、別にな。で、次です。で、次は iPhone を使ってる、学生のみんなには、もろに関係してくるかもしれない。アメリカのアップル社、まあ、iPhone とか、アップル系のね、機材とか、アップル社は、子供のスマートフォン中毒を防ぐため、まあ、これが世界的に問題になっているので、今年の秋から iPhone を、ほにゃららをほにゃららする機能っていうのを iPhone に導入するというのを発表しました。で、これ何の機能かっていうと、まあ、言葉はね、一語一句同じじゃなくてもいいです。意味が分かってれば。使う時間を制限できる機能がつきます。つまり、1日その iPhone をこの時間3時間しか起動できませんよ、みたいな機能が追加されるそうです。そう。まあもちろん選べるんですけどね、きっと。まあまだ詳しい方は分かってないんですが、そう。だから、まあ、保護者の方がその設定をすると、まあ保護者の設定かな？するとね、まあみんながもし毎日ね、すっごい使ってる方も1時間までとか2時間までですよ、みたいなことになるらしいので、ちょっとね、詳しいことは自分が把握してないんで若干ずれるかもしれないんですが、一応こういう機能を追加するってことは発表されました。今年の秋からですね。いいかな？まあ iPhone だけかもしんないけど、その流れはね、多分いろんな会社に広がっていくと思います。iPhone だけの問題ではないからね。で、次です。大学入試センターですね。まあ、大学入試を作っているセンターが、大学入学共通テスト。まあ、今だったらセンター試験とかですけど、リスニングってありますよね。で、これ中学生も覚えておいてください。まあ、今大学受験の話をしてますけど、英語のリスニングについて、問題によっては、ほにゃらら方式を採用すると発表されました。で、これもちょっとね、一字一句同じじゃなくても構わないんですが、あ、そういうことをやるんだっての覚えてください。一回しか読み上げない方式。これどういうことかっていうと、まあ、もちろん中学1年生とかだとリスニングっていうもの自体にまだ触れたことがない方もいるかもしれません。英語の会話を音声で流して耳で聞いて、それで耳で聞いた情報をもとに問題を解くっていう、まあ、リスニングがあるんですけど、もともとはですね、リスニング2回流れるんですよ。基本的に。1回流れて、だいたいね、みんながいるときは1回流れて、だいたいのこう、ね、大幕じゃない。全体的に捉えて、あ、あの辺聞き逃した、2回目で聞こう、みたいな感じで、2回読、聞いてね、問題解いていくんですが、それを1回にしていくと、いうふうに発表されました。で、これは今、試行段階なので、徐々に入れてる状態なのね。
で、なんで中学生も覚えておいてねって言ったかっていうと、高校受験とか、おそらく今2回流れます。まあ、地域によって違うかもしんないけどね。これ、大学入試がこれになるんだったら、高校入試も絶対これになる。そのうち。俺はそう思ってる。なぜかって言ったら、当然、その先の大学入試の時に、この流れでやるんだったら、中学からそれやっていこうねっていう流れになるはずなので、そう。だからね、リスニングについて、しかもリスニング結構今、重要視されてるんですよ。そう。得点率を上げていこうかみたいな話も出てるので、だから、今まで2回でっていう風にやってた方も、1回でちゃんと聞き取れる、内容を聞き取れるような練習が必要になってくる流れができるかもしれない。ので、ぜひね、これ覚えておいてください。で、ラストですね。まあ今、まあ今日は6月16日に撮影してるんですけど、今もう一番ホットな話題と言ってもいいやつだね。アメリカのホニャララ大統領、あと名前言っちゃいましょうか。アメリカのまずトランプ大統領ですね。大統領と北朝鮮の、漢字が、金に、正しいに、オンですね。キム・ジョンウン、朝鮮労働党委員長ですね。の、が、史上初のホニャララ会談を行いました。で、これアメリカですね。北朝鮮の朝を取って、アメリカは米ですね。米と、朝のトップ、首脳ですね。首脳会談っていうのを史上初です。そう、これはすごいことなの。今までのことを考えるとね。を行いましたと。で、場所、どこで行ったかっていうと、シンガポールで行いました。で、共同声明ですね。二人でと、まあ、証明して、こういう風にやっていこうね、みたいなのを発表しました。で、一応ですね、そこで、その、朝鮮半島、一応、核をね、なくしていこうっていうのが、まあ、目的で一個ね、あるんですけど、その、核をなくす、ホニャララっていうのを約束しましたと。で、一応、言葉がね、言われてるので、これも覚えておいてください。完全な、非核化です。まあ、核がないっていう状態だね。完全な非核化っていうのを約束しました。で、これは余談っていうか自分が勝手に思ってることなんですけど、まあ、6月16日にもアップしてて、この、今の状態はこういう風にやりましたと。米朝首脳会談やってよかったね、みたいな。まあ、実際ですよ。実際は、かなり具体的なことがそんな決まってないんですよ。例えば、具体的なことっていうのは、いついつまでに、7月の末までにこういうことをしていこうねって。そういうのが決まってるといいんですよ。だってそこまでになんか、成果が出るはずだからさ。でもなかったんです、今回。完全な比較化していこうの約束しましたよっていうふうにはやったんですけど、じゃあいつまでにどうするのってことがなかったので、まあ全体的な評価としてはそんなに評価されてないっていう風潮はあります、実際ね。で、まあこのね、時事問題でこの動画を見てくれてるのが、結構先の時期になってくると、この状態変わってるかもしれないです。ここに関してはまだ個人的には結構不安定な状態になってると思うので、まあ、もしかしたら、こう、アメリカと北朝鮮がちょっと喧嘩した状態になっちゃったりとか、だからもっともっといい状態になってたりとか、状況が変わってると思うんですけど、一応この6月16日の段階だと、今こういう状態になっております。いいかな。で、もう一個余談いいかな。これね、ちょっともう飛ばしちゃってもらってもいいんですけど、今回このシンガポールで開催しましたよね。シンガポールも関係ないわけですよ。アメリカと北朝鮮には。関係ないんですけど、シンガポールね、この米朝首脳会談を行うにあたって、いくらだっけな ?15 億かな ?16 億ぐらい。国がね、予算負担したんですよ。これをやるために16億ですよ。お金出したんですよ、シンガポールが。そう、これなんでかっていうと、もしかしたらね、こういうマニアックなもの出す人がいたらね、ちょっと使ってほしいんですけど、なんで出したのかっていうと、シンガポールはですね、基本的にはちっちゃい国なので、外からの観光客というかね、そのお客さんというか、観光客をたくさんこう、入ってもらって、そこでお金を稼いで、すごく大きくなってったけど、経済的にね。大きくなった国なんですよ。で、今回、まあ、このね、アメリカと北朝鮮の米朝首脳会談があるって、もう世界的なニュースになった。で、そこで、16億を出して、まあ、自分のいいところ、シンガポールを PR するチャンスだったんで、とにかくいい風に PR していこうと。そのためにもお金出すんで、もう、よくね、いいところに、例えば、なんだ、ホテルに泊まってくださいとか、いいね、ことしてくださいみたいな、風にして、まあ、お金を出しましたと。で、一応、この前なんかネットで調べたら、その経済効果、今回これをやったね。米朝首脳会談をシンガポールでやって、シンガポールがもらった経済効果は100億を超えるらしいので、そうそうそう。だからまあそういった意味でこういうふうにお金を出しましたよっていう流れがある。一応ね。まあそんなことももし出たら、これはあんま出ないと思うけどね。まあぜひよかったら覚えておいてください。
では、今回はね、時事問題2018年6月前半丸2をやらせていただきました。今回はね、これで終わります。以上です。ありがとうございました。